12月にステージデビューをしてから、この1年間は本当に、まあ、あっという間だったなっていうのがまずすごく感じるところで、だけどこの1年間は今までに経験したことがないことをたくさんたくさん経験させてもらって、でやっぱり一番支えになったのは、まあ、コロナっていう、本当だったらもっともっと勢いつけて活動していこうってしていた矢先に起こったそのコロナの時期に支えてもらったそのお客さんのおかげで、ネオはここまで1年やってこれたなっていうのはすごく感じてて、だからたくさん経験できたその感謝の気持ちをちゃんと皆さんにもお伝えしたいし、その1年でこれだけ成長できたよっていうのを皆さんに感じ取ってもらえたればすごい嬉しいなって思う1年です。この1年間で、まあ、パフォーマンスに関しては私はちょっと振り付けをさせていただいたので、客観的に見て、あ、もうちょっとこう面白い見せ方あるかもしれないなとか、そういうところは勉強になったので、次のまた作品とか今後のネオにつなげていきたいなっていうのと、あとはそのコロナ禍で実際にライブができなくなってしまって、私たちはその期間にエイジャポリズムっていう配信を始めたんですけど、そこでやっぱいかにカメラの先にいる皆さんに、より生のライブに近いものをお届けできるかっていうところは、そう、やっぱ毎回勉強になったなと思います。そこはそのやっぱ生のライブでも 120% のものを出し切らないと皆さんには伝わらないと思ってるし、それがいざ画面を通してってなると、もっとさらに5人が一致団結して一つのその見せたいものを届けようっていうその気持ちがやっぱないと、皆さんにはなかなかその生のライブに近いものはお届けできないなっていうのは、この活動をしてこのコロナ禍ですごく学んだことだったので、だからいかに離れてても皆さんに楽しさとか元気を届けられるかが今年は課題で、だけどすごく勉強になったなと思います。私が、ネオジャポニズムの振り付けを担当させていただいたその楽曲っていうのは、基本的にその、まあ、プロデューサーさんとも、打ち合わせというか、今回こういうストーリー性でとかこういう世界観を大事にちょっと作りたいっていうのをいただいてから、私がいろいろ練って作るんですけど、どの楽曲もやっぱ世界観とかすごい大切に今回はこの1年かけて作ってきたなっていう思いが強くて、やっぱメンバーじゃないとわからないそのメンバーなりの悩みだったりとか、普段その生活しててこの子はこういう性格でこういうところが良くてみたいなやつ、ものを作品にも取り込められるようにそこを意識したのと、あとやっぱり一番近くにいるからこそこの子はこういうところがすごく素敵だからこういう振りをつけようかなとか、そういうところは割とたくさん考えて、その私が振りをつける意味っていうのをちゃんと出したいなと思って全曲挑みました。グループの中は、活動して1年で、それよりも前にちょっと練習期間があったので1年とちょっといるんですけど、本当に多分メンバー全員言ってると思うんですけど仲が良くて、多分それはお互いがお互いをちゃんと思いやれるメンバーだからこそ、その慣れ合いでやってるわけではなくて、ちゃんとパフォーマンスの面とかで言い合うところは言い合う、だけどプライベートはすごく仲のいいっていう、なんだろうな、そのメンバー全員がすごくいい人たちだからここまでその、まあ、支え合ってやってこれたなってすごく思うし、なんだろうな、でもその良さっていうのはやっぱ私たちパフォーマーはそのパフォーマンスライブするとすごくそれって出るなって私も思うので、なんだろう、その配信とかのライブを客観的に見てても
わ楽しそうだなとか、そのあここはちゃんとそのなんていうの見せ場なんだろうなとか、気持ちが一つになってるところなんだろうなとか、そのあこの曲はこういう世界観でやりたいんだろうな全員がみたいなのが多分かあの客観的に見てても感じるところがあるので、そういうのってやっぱプライベートとかでも仲がいいのが出てるので、すごいそういうのは私たちの魅力の一つだなと思います。そうですね、やっぱネオジャパニズムになってこう活動していくうちにすごく楽しいっていうのとまた別に、なんかやっぱいろんなところに感謝だなっていうのは毎回感じてて、それは私がこの活動を始めるときにやりたいことがたくさんあったんですけど、それこそたくさん曲を出したりとか、あとはアルバムを出させてもらいたい、 MV を撮らせてもらいたいで、自分の振り付けもしてみたいとかっていうのがこの1年でどん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 夢が叶ってるのがすごく嬉しくて、その中の一つでやっぱ楽曲をたくさんいただけるっていうのはすごく嬉しいなと思ってて、だからその一曲一曲のその楽曲を作ってくださるその制作チームの方の思いもちゃんと私がその受け取って、私が振りとしてその皆さんにお届けする形にしていくっていうのがすごく大事なことだなっていうのは毎回毎回曲やらせてもらうたびに思ってて、だからそのネオの曲の良さっていうのもやっぱりすごく魅力の一つだと思うので、その良さをより引き立てるものを振り付けでも作りたいなってやっぱ思いますし、あとはやっぱメンバー全員が輝けるような振り付けだったり構成だったりを全部の曲で届けたいなって毎回思ってます。私たちはその活動してこうやってコロナ禍になっちゃったにもかかわらず、やっぱ新曲もたくさん出せましたし MV も出せて、でそのやっぱみんなに届けるときに歌もそうだけど、やっぱ映像を通して目で見て楽しんでもらいたいなと思ったので、そのまあ、MV の中でちょっと映える振り付けにライブの時とはちょっと違う振り付けをつけたりとか、あとはその私ができるところではそういうところをちょっと頑張ってみたのと、あとはネオジャポニズムとして初めての MV だったんですけど、全員で朝から結構長い時間かけて丸一日、あとは海とかで撮ったりもしたので結構過酷な撮影は撮影だったんですけど、でもみんなで力合わせて最後泣きながら MV 撮ったりして、でもそれが完成した時にすごく素晴らしい MV 作ってくださって、やっぱ見てる皆さんにもそれが伝わればなっていうのがすごく思いました。そうですね、なんか私はこのネオジャパニズムになってから最初の方はまだ規制がかからないライブをしていた頃は、それこそリフトとかモッシュとか、あとは対バン形式のライブとかが全部初めての経験で、だからライブもすごいお客さんにまず飲まれないようにパフォーマンスしなきゃいけないなとか、あとは毎回生歌 で楽曲数も結構多いので、ちゃんと一曲一曲皆さん楽しんでもらえるようなパフォーマンスしたいなとか、あとはライブとは他で特典会っていうのも私初めてだったので、皆さんのお名前とかお顔を覚えたりとか、あとはその短い時間の間でちゃんとサインと書きながら皆さんとお話しするとか、そういうところでも最初はやっぱ右往左往しながら自分でこうすればいいんだああすればいいんだっていうのを学びながら活動してきたかなと思って、一番大変だったのはやっぱりその活動できなかった期間がどう乗り越えていくかっていうのが、ネオジャポニズムとしても私個人としても一番大きな壁だったんじゃないかなと思います。だからそこで
それこそ普通の生活をするのも大変な中でも皆さんはやっぱ応援してくださってライブ配信を見てくれたりとか、その、まあ、ネットにはなってしまうんですけど、ネットのオンラインでの特典会に申し込んでくださったりとかして、やっぱそういうところでの皆さんがかけてくださる声とかがすっごい励みになったし、でツイッターとかもやっぱリプ返とかいいねはできないんですけど、その私たちにかけてくださる言葉っていうのはすごい大きいものだったなって思って、だから途中でそのこう一方通行になっちゃってるんじゃないかっていう気持ちは私的にはあって、なんかツイッターを更新するのも配信ライブをするのもやっぱ直接会って皆さんのお顔を見て声が聞きたいなじゃないですけど、感想を聞きたいなってすごく思って、なんかしんどくなった時もあったんですけど、やっぱそこをいかに乗り越えられるかっていうのをメンバー5人で話し合ったりとか、それこそそのネオのチームが一丸となって一番そこに対しては乗り越えていきたいなと思った今年一番の壁だったなと思います。1年経ってでもなんかもうこの活動ネオジャパニーズもするにあたって、もう絶対にそのなんていうんだろう、素直でいいようじゃないけど自分のリアクションに嘘をつかないで全部活動していきたいなと思ってたので、そこは1年経っても変わらずに、やっぱ悔しいなと思ったことに対しては自分でどんどん追求してこれだなとは思うし、あとは楽しいことは本当に目いっぱい楽しんでできたなって思います。だからでも1年で成長できたところは自分自身と戦えるようになってきたかなって思います。最初の目標も私そのステージデビューの時にお話しさせていただいたんですけど、 MC でやっぱ自分自身を飼いならして自分と戦っていくっていう、そのネオジャパニーズの戦うのテーマに対して私はそういうイメージを持っていたので、今後も、まあ、まだ完全ではないんですけど自分自身と戦ってくじけそうになった時もやっぱ自分が味方でいたいし、だけど一番の敵は自分だしっていうのをずっと、なんだろう、この先もその戦いは続いていくんじゃないかなと思います。だけど今年1年でだいぶ自分と向き合えられたかなと思います。そうですね、活動していく上でやっぱ常に思ってるのは何でも勉強だなとはすごく思います。そのライブもそうだし、その他のアーティストさんたちを見てインプットするのもそうだし、それをアウトプットさせるのも、なんだろう、いろんな周りに刺激をもらいながら、そのうまくいったこともうまくいかなかったことも全部勉強なので、それをちゃんと自分でその次につなげられるように、ちゃんと起こったことに対して全部勉強していきたいなって思います。ネオジャパニズムとしてはやっぱりどん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 ステージを大きくして、60人から始まったワンマンライブとかも今どん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 大きくステージをして、でチケットも完売っていう形を皆さんのおかげでさせていただいているので、この調子でコロナに負けずにいっぱい大きいステージに出したくて、私はやっぱ武道館とか横アリとかそういうザみたいなステージに立ちたいなって思ってます。あとはそのネオジャパニズムとしてもそうですし、個人としてはもうちょっといろんな引き出しを持てるように、そう、歌もそうですし、まあ、ダンスもそうですし、パフォーマンスとしてそのもっといろんな引き出しを習得して皆さんに楽しんでもらえる、その飽きないパフォーマンスをしていきたいなって思います。そうですね、来年も
もう引き続き多分満足することはないのかもしれないんですけど、やっぱり自分と戦ってじゃこの1年できなかったことを来年は絶対できるようにしようとか、あとは、まあ、今年1年良かったから来年もっとさらに伸びるようにしようとか、自分と戦っていきたいっていうのは来年もあります。あとはそのまあ正直言ってまたすぐに元通りのライブができるかって言われたら多分そうじゃないので、そんな中でも皆さんといかに楽しくコミュニケーションを取ってライブの他にもいろんな企画とかできるかなっていうのは常に考えていきたいです。来年はもっといろんな顔を皆さんにお見せしたいです。楽曲も、まあ、割とかっこいいものがメインなんですけど、その中でも、まあ、スピカとか結構私たちのまた違った強さをお見せしたいなと思ってる楽曲とかもあるので、そういうところでああこういうネオンの一面もあるんだっていうのを皆さんに感じ取っていただきたいので、そこを頑張っていきたいです。ネオジャパニズムを応援してくださりありがとうございます。今年1年はコロナとかもあって思うような活動は正直できない部分とかもあったんですけど、できないながらにも私たちががむしゃらにやり続けたイエジャポニズムの配信だったりとか、その皆さんにご協力いただいたブラックキャンペーンとかいろんなもののそのものがあって、この1年間ネオジャポニズムは止まらずに活動できたなって思ってます。本当にありがとうございます。2年目もネオジャポニズムは全員で力を合わせて頑張っていくので、応援よろしくお願いします。